はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。160、6回目7回目、167回目の配信ですね。ツイッチで配信、いつも通り、行っております。ツイッチの、アカウント、今後ともライブ視聴、アカウントのフォロー、チャットコメントお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、アーカイブは YouTube に2日後、24日の21時に、プレミア公開であげます。ぜひ、YouTube でもう後々ご覧いただければと思います。その YouTube のアドレスは Twitch のチャット欄に記載しております。ぜひ YouTube アクセス、チャンネル登録、動画の高評価お願いします。YouTube ライブ、ディスライブアーカイブアップ、 2days after YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、そして、Twitch も配信しております。あ、ツイッターもやっております。ツイッチのチャット欄にこちらもリンク記載してます。ぜひアクセスの上、アカウントフォロー、ツイートのいいねお願いします。ツイッターアカウント、ビジット&アカウントフォロー&ツイートグッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9、2021、始めていきましょう。今11月を3週ですね。3週はマイルチャンピオンシップの週です。ダイヤメジャーが登場です。これ連覇かか、何連覇かかかってるんじゃないかな。どうだっけ。以上はジュピターが勝利しましたね。逃げ切り。これがダイヤメジャーの輝かしい成績、17勝です。29戦20勝、 G1 は17勝。なぜか山の騎手ね、絆が2しかない。まあ、海外ばっかり行ってて、それも武豊で乗ってますからね。なので山の騎手の出番があんまりないっていう状況です。フランスダービーでダメだったからな。マイルは昨年は挑戦してない。そして2年前に挑戦して勝っております。基本的に先行策だけど、後方からのレースもこなしてますね。じゃあ行ってみますか。今回は12月の3週までやります。12月4週のローテ決定までやる感じですね。その天の瞳と時点です。一番人気不利要素、モエレトレジャーか。瞳閉じて、これ浦和記念か G2 か。うん、いいでしょう。ダイジェスト、浦和 JPN2 浦和記念ダート 2000m です。
短い直線に入って後続は届くかどうか。三ツ崎タービン先頭、組合です。先頭に戻り出た、勝ちました。2着はプリオーソ、3着にチャンス到来、勝ったのは天の瞳閉じて。さあ、瞳閉じてが勝ちました。あら、弓じゃない方の瞳閉じて。持ちの騎手は天のエネループ登場。エネループ商標だけど大丈夫なのかな。まあいいや。一番人気、伊坂さん除いてみんなグリグリなんで、これは勝てるでしょう。逃げ歩は5頭もいるん、 6頭もいるんか。ダイジェスト、京都一生クラス持ちの騎手だと 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天野エネループ先頭、あと 200m。 天野エネループアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手は名勝コリア、天野エネループ。さあ、詰まりません。勝ちました。2着は名勝コリア、ね、3着にテムルーレット。これは物が違う。天野エネループ、こ勝負根性が高いというのが分かりますね。持ちの騎手を制しました。天のエネループです。どっしり。トースパ杯2歳ステークス、クラブ馬サムワントゥーラブ登場。父シンボリクリスエース、母信仰ラブリーですね。竹豊鞍上なんだ。1番人気オリーブリーダー、2番人気天馬ミッションとなっております。ダイジェストで見ていきましょう。東京 G2 東京新スポーツ杯2歳ステークス、2歳の芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天馬ミッション先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。サブジェクト手応えは悪くありません。どこにいるんだ。捉えられるか。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。サブジェクト抜けた。サブジェクト粘る。サブジェクト先頭だ。サブジェクト、サブジェクト1着、2着は微妙です。勝ったのはサブジェクト。天野キャンキャンと天野稲バウアーが同時デビューで 1.6倍と 1.9倍、人気集中しております。なんでこんな無駄なことを。ではですね、2頭デビューです。京都2歳新馬戦ダート 1800m、 天野キャンキャン、天野稲バウアーメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあ2頭で争いますね。先頭残り 200m。 稲バウアーの方が良さそうだか。いや、2番手は稲バウアーですね。天野稲バウアー先頭だ。先頭は天野稲バウアー、1着でゴール。2着は天野キャンキャン、3着にソリッドレーズ、見事に勝ちました。天野稲バウアー。まあ竹豊鞍上でもいいわ気はするが、マイル CS チャンピオンシップ4頭出し、その中でも一番人気はやはりダイヤメジャー2年の前の優勝馬です。2番人気なんでだろう、3番人気天野ハリポタと続きまして、天野想定内は9番人気とちょっと人気ないですね。これは待ってるぜとか、エーシンドーバーとか、シーキングザダイヤもいますけどね。正直これは厳しいと思う。さあ先方を選べますが、一番人気のダイヤメジャーが先行策。どうだろう、
方の有利不利はないと思われますね。このままで行きましょう。レースです。京都競馬場で行われる秋のマイル王決定戦マイルチャンピオンシップ G1 芝 1600m で行われます。ダイヤメジャーズは今年引退決まっておりますので、最後のマイルチャンピオンシップ、2年前同様2回目かな、優勝なりますでしょうか、それとも他の馬が取ってしまうのか。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の馬まで直線のスピード自慢が集まりました。投手がいいんですね。さあ、秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ、最後は大外枠の電車道、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、リミットレスビット前に行きそうです。フサイチリシャール競りかけていきました。先手を取ったのはフサイチリシャール、その外に天の葉リポータ、オレンジの帽子ギャラントアロー、その後ろからはシーキングザダイヤ、並んで18番電車道、好位置をキープしています。引っかかってる。ダイヤメジャー、さあ勝負。ダイヤメジャー引っかかった。東京競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。3番手ですね。ダイヤメジャーは一気にペースが上がります。さあ、先頭は依然として4番フサイチリシャール、フサイチリシャール、さらにリードを広げました。2番手はギャラントアロー、3番手にダイワメジャー、絶好の手応え。ダイワメジャー、誰か仕掛けていった。いい、あれ誰だ。前にかかります。後続集団も追い上げにかかります。マークついてる。4コーナーをカーブして、さあこれからです。あ、もうシーキングザタイヤ、ナウワイはなくダイヤメジャー貸していきます。残り 200m 後続を引き離しにかかります。残り 100m 後続は大きく離れました。圧倒です。2番手はシーキングザダイヤ、ダイワメジャー独走、ダイワメジャーぶっちぎりです。2着はシーキングザダイヤ、3着に天野想定いない。ダイワメジャー春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。春秋連覇となります。ウィーニングランです。ダイヤメジャーマイル王です。これ首謀馬になった時もすごく、ね、名前上がるでしょうね。しかも1分31秒はレコードとなりました。1着、2着シーキングザダイヤが入ったものの、3着、4着、5着と占めております。想定内3着、まだ3歳だったから人気なかったんだな。キザレベルアップしました。山の騎手ですよね。やっぱり引っかかってましたよね。想定内なんでだろう。で、何もできなかった。アリボハリポタ、さあ、ジャパンカップの週ですね。4頭、フルメンバーで出走しております。他アメリカのシガーマイルハンデ、山のノートで出走。ドリームジャーニーか。ドリームジャーニー強い馬だな。でも勝たせるわけにはいけません。車代なんでね。遊戯王は多分これ最後のレースになるのかな。
iPod が5勝挑戦させます。テルテルは11勝、ブログもこれからの前ですね、2勝となっております。遊戯王とテルテルはもう金札確定してるんで、 iPod とブログという新しい世代に頑張ってもらいたいとこですね。おっと厳しいな。え、でもさ、あ、全部1着取ってんのか。勝ちたいんや。だって勝ちたいですよね、みんな勝ちたい。だから悩むとこではありますが、 BC 勝つ馬が多すぎるんだよな、まあ、この中で身を取るのなんだろう。冬ソナ落としとく。多分寿命を無駄に使うだけに終わりそう。勝ちたいんや、うん、え、消せない。あ、こういうことか。こうした、こうするかな。さあジャパンカップ煽り VTR。 日本よ世界を倒せ。iPod がトップです。ブログ、まあ考えたら三冠馬ですからね、ボバの。まだ G1 5勝とはいえ、勢いっていう意味ではこの馬が一番っていうふうに目されたんでしょうね。まずは、はい、誰だ、で、出なかった馬から行こう。冬ソナか。冬ソナはフォア号を取ってで、さらにリススプリント取って勢いはあるんですよね。賢さ、精神力が低い、スピードはあるんでその辺は問題がない。ここは出られないんで、これはまあマイルなんで、ここら辺とかかな。ベガスワールドカップにとりあえず登録だけはしときましょう。もちろん武豊で、さあちょっと他の馬を順々に見ていきますか。まず椿は大丈夫かな。あ、これ4周か。まあ椿ね、微妙だな。休ませるわけにはいかんよな。まあ仮に出たとしてもちょっと厳しいんじゃないかなとは思いますけどね。ね、あ、エネループが、ん？エネループ勝ったばっかりやけど、まあでも芝生ですからね、ないな。エネループはスターレイト思い切って挑戦させますか。ゴシュアマさん改善しておりますが、まあ普通に考えたら、まあ粘り強かったけどな。厳しいかもしれませんが、まあやったりましょうか。あと、ちょっと待って、主戦ジョッキー武豊に、しなくていいのか。春日がこれダート馬ですね。国内ならばっていうところではないかな。イナバウアーが勝ってくれました。お、スピード S なんだ。イナバウアー柔軟性は C プラですが悪くはないな。戦
ナゴ2600、芝ダート両対応、ここは出せないよね。ここはちょっとレベルが高い、1700以上だからな。あ、そっか、一勝馬だから重賞取らないと出れないんだ。じゃあ稲葉はここに出すんじゃなくて、副重賞で2勝目を狙うんか。考えどころですね。これだと長いんで、普通に考えたらホープフルなんだけどな。一応出してみますか。連投なるよな。通用するんだろうか。あと芝ダートどっちが似合う合うのかっていうのも問題ですね。でキャンキャン、スマートファルコン、うん、ダートバイスからね。ちゃんとナシュアステークスで海外重賞取ったとこがやっぱり能力高さ感じるよな。ゲート戦記は万能ターン、マイル戦、マイルあたりかな。わ、これはちょっと疲れすぎでしょう。ケンブルースリーがホープフル、いいカンオクスか、大丈夫だよな。ハリウッドダービーチャンピオンは12月1週です。ファウルがメイトリアークと、もう最近海外すごい、今年の後半は海外調子いいんで、前半はほんとボロボロだったけど後半は調子良いんですよね。なんで挑めるような状況になってきてます。アミゴあと2勝か。まあ、一周放牧してそれから考えていいと思う。疲れもたまりやすいしな、このまま。でブログも出る、ブログも楽しみですね。想定内は3着でした。まあ検討はしたよね。まだ3歳だし、重賞は取ってない。ニュージーランドドーフィー取ったのか。まあ、関谷記念でも5着だったんで、ちょっとやっぱりまだ足りないって見方をして、オープン特別に挑ませて、で、マイル走らせたら3着だったんで、ちょっとな、まあでも、待ってほしいですね。今何の能力持ってんだ？何を持ってないんだ？ユソナ5勝です。2周ぐらいかな。怖いな。セカチュー、あ、リーチかかってるんですね。セカチュー海外暴れまくったよな。
これ牝馬限定ばっかりなんでね、まだ安心はできませんが、ラテラがロワイナ州で初めて取ってくれました。まあどこまで寿命が持つかだろうな、アテネは。その喉合いが解消された、金車差は香港スプリント、アドマヨン、これが引退レースですね、香港カップが。金車差はまだ走れる、気持ちいいが今2勝か。BC ナイトマールを買っておりますんで、ちょっともったいないな。なんか走らせないと。ってことは、東京大商店あたり？まあ、それもいいかも。ここは出せないんやったらもうここですよね。あ、デゼニシーがいいのか。ちょっと厳しいな、気持ちいいもん。これだと。ちょっとやっぱり鍛えないとダメかもね、瞳閉じては。ダートバ、まあ、海外の重賞に出すという手もある。2500か、やるとちょっと距離が長いんだよな。まあ、ここでもいいとは思いますが、じゃあ欧米だったら何があるのか。欧米もないんだよな、レースが。この辺かな、この辺かも。マカカオレベル高いはそうってますが、でもこの辺勝たないと未来ないよな、本音を言うと。タートの重傷がここかここぐらいしかない。さあ世界に花13勝ですね。あ、覚醒か、だからまだまだ走れますが、どこまで走らせればいいのか考えどころで、もう繁殖にあげちゃっていいような気はします。はい、本当に頭数増えたよな。なんか勝てないレースが続いてますが、ニジブリッジ、ちょっと疲れが目立ちますね。金引きり VS 銭あったみたいな感じですね。なんでだろうは4着か。じゃあまあ4勝ですが、スプリント出るレースってないんだよな。
まあ、ここを言っときましょうか。いや、今年いっぱいで引退だからない。サーステークス取ったんだ。まあ、これも引退だよな。で、勝ち、まあ、一周放牧じゃないわ。国戦はちょっと疲れが心配です。これ一周じゃない、一周どころじゃないよな。放牧。もう、ここまで休ませてもいいと思います。国戦は今何勝？まだ1勝か。どこまで走らせるか悩むとこですね。切り札までは届かんだろうな。ダイヤメジャーはこれ勝ったよ。2200までだからちょっと距離足りないな。アドマイアムーンがいる。別にアドマイアムーンやったら邪魔にならないな。でね、傾斜さんで、ここ出しましょう。ここを、ね。最後のレースにしたいと思います。山の騎士はかぶってる。これは別に。じゃあ若いジョッキーチャンスあげましょうってことになるよな。竹幸四郎。これ着歌よ。なんで山野なんだってなるよな。あ、でも そしてシャメールが勝負弱いよな。シャメールも ハリポタちょっと疲れが目立ちますね。ハリポタもう引退なのかな。これで最後有馬記念なんで G1 取ることはできませんでしたね。次にで遊戯王も年齢的な事情で引退ですね。ジェシー有馬と 連覇で優勝します。よう、スピードシーンなので、ようやりましたね。あ、そう。この最後の一個切ってあげないとダメだ。JC と、何やったっけ？今週の予定って。トントレがシガーマイルハンデか。ないんだったら、金引きなんですね。まあ金引きで出ないですけどね。次がタマちゃん。
それからダイヤメジャーとなってますが、ダイヤメジャーはちょっと距離が長いんで出ないんで、タマちゃんが出て、遊戯王が出て、かな、ムーン、アドマイアムーンやキンシャサは長いし、iPod が出ても面白い、いいんですけどね。まあ、出ないだろうな。海鮮キアイダーがいる。じゃあ行きましょう。ネクスト。滋賀マイルハンデ天野ノートレですが、3番人気99113。エントリーカルフォルニアが強いな。ちょっとこれ3歳以上なんで厳しいですね。まあ差しで行ってみるかな。ダイジェスト、アケダクト競馬場 G1、 滋賀マイルハンデダート 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあここからどこまで伸びてくるかですか。伸びてこなれなさそう。とてつもない強さ、ディスクリートキャット、強い強いディスクリートキャット、圧勝ゴールイン。2着はトリーニングポリシー、勝ったのはディスクリートキャット、見事な勝利です。見た方が良かったかもしれない。キャピタルステークス、片野松犬登場、一番人気、内枠最内枠グリグリ。クラブは凱旋セネカも出てます。ダイジェスト、東京オープン特別、キャピタルステークス芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。どこだ松健、内側から伸びてきているぞ。メジロテンプル先頭、西野ワールド先頭、内から片野松健先頭、残り 200m 片野松健、余力は十分、うん、さらに引き離していく。2番手はシェリーサリー、片野松健、圧勝でしたね。段違いの強さです。2着はシェリーサリー、3着に凱旋セネカ、これは桁外れの強さだ、片野松健。でベゴニア賞は天野ゲド戦記です。2歳戦か、2歳1勝クラス、グリグリです。ダイジェストいきましょう。東京一勝クラスベゴニア賞、芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天馬マインド先頭、外から先頭に躍り出ました。先頭天馬マインド懸命に追いすがります。ぶっちぎった先頭、先頭残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。圧勝ですね。これは強い。天野ゲド戦記独走、天野ゲド戦記ぶっちぎりです。2着はブルティナデライト、これはものが違う。天野ゲド戦記
1600m か。これだったら朝日杯フューチュリティステークス出てもいいぐらいだよな。ジャパンカップ山の iPod 天野てるてる、あ、4番人気までを占めております。1番人気は11番天野 iPod です。三冠馬という期待が集まったんでしょうね。2番人気が天野てるてる、1番あの G1 取ってるこの中で天野遊戯は3番人気とちょっと落ちますね。山のブログ、そうなんだ、てるてるの方がいいんだ。遊戯王でも凱旋門賞6着とかやっぱりあと勝負弱かったりするんで、ちょっとやっぱり評価が下がってきているっていうのは現実なんでしょうね。てるてる悪くない。 iPod は言うまでもなく三冠馬ですからね。あと天野ブログは天皇賞秋の馬です。多分距離に不安ありそうなんですよね。あとアイポッパーぐらいだもんな。さあ、先方選べます。前に行く馬が有利ではあるな。遊戯王先行策取ってみるか。これでいきましょう。レースです。東京競馬場 G1 ジャパンカップ国際競争です。芝 2400m、 4番人気までを占めました。三冠馬天の iPad 登場です。 iPod か、勝つことが果たして勢いの前突っ走んでしょうか。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さてこのレース新旧ダービー馬の対決にも注目が集まります、うん、さあ最後は大外枠の天野ブログゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が花を切るんでしょうか。天野てるてる前に行きそうです。コスモバルクそれに続いています。さらには祭りだゴッホ17番パレススポットその後ろ先手を取ったのはジャイアンツトーン、これに続くのが天野遊戯王青の帽子ランニンググルームその後ろその外にグラウンディドイン内からはマリンサイド並んで菊花賞馬名将サムソン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして比較的飛ばしているような展開見えなくもありませんが、中段につけています。アイポッパーそれに続いています。その隣にディスクティック天野ブログこの馬もこのグループコンポージャーローマンそのうちに続いています。ミリオンフラッシュすぐ後ろ 1000m を通過ここまでほぼ平均ペース展開への影響はなさそうです。ブログ先頭から最後方につけましたね。ブログじゃない iPad 6番ドリームジャーニー最高峰にポップロック各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から古豪ジャイアンツトーン依然として先頭並んで G1 番コスモバルクこれに続いて天野てるてる祭りだゴッホそれに続きます。てるてるは前に行ってます。ここでコスモバルク先頭に変わりました。ジャイアンツトーンさあ上がってきたかな。天野てるてる3番手天野アイポッド B1 です。さあここさあ大激戦アイポッドは外から先頭天野遊戯王2番手遊戯王が引き離された。先頭あと 200m これは完全にちぎれた天野アイポッド先頭です。強いなこのまま押し切るか。2番手は天野遊戯王天野アイポッド今ゴールイン段違いの強さです。2着は天野遊戯王3着に天野ブログこれが絶対王者だ天野アイポッド。もう勢いが全然止まりませんね。これは有馬出ても勝てますね。きっと能力が違いすぎる。おまけにこれ覚醒だったと思うからいつまでも戦えますからね。
どうなるんだ。これもし出たらどうなるんだろう。お、なんか来た。一番人気ですね。iPod しか出れなかったんだ。あ、買ったら出れるっていう感じなのか。レース行ってみましょう。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。これ勝ったらなんかもらえるんだっけ。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さてこのレース新旧ダービー馬の対決にも注目が集まります。さあ最後は大外枠のエゾノ純情ゲートに入って体勢が整いました。エゾノ純情スタートしました。エンペラドール好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンペラドール花に立ちます。その後ろからはエスカラスパー、この馬も上がっていく構えです。前に行きますね。アイポッド前に行かせたんですけどね。14番アマノアイポッドオレンジの帽子バトルオブホーク、その後ろ内からは初風、さらにはファイヤーボール、その隣にケンケンシーワン、その外からシルバーフォーン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで17番エンペラドール、アドミラルダナー、そのうちに続いています。並んで8番ゴールドパーチェス、並んで18番エゾノ純情、内からはソボロランバダ、並んで5番メイジガルチ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。カイルトリーティー、その前に進出、内からはレボルシオン、並んで9番イズミウイング、コインつけてますね。アマナイポッドシンガリからイロフェアーロ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番ケンケンシーワン、レースを引っ張ります。この辺りで各馬大景気の向こう側を通過。さあ先頭はまだ10番ケンケンシーワン、エスカラスパー、ほとんど差がありません。バトルオブホーク3番、あ、下がっていく。さあいよいよ直線の攻防、ケンケンシーワン先頭、内からエスカラスパー、ケンケンシーワン先頭、内からエスカラスパー先頭。全然ダメじゃん。まだ後ろちょっと厳しいか。あと 200m、 メイジガルチ先頭だ。2番手はなんで1番人気だったんだ。メイジガルチ先頭だ。メイジガルチ1着、2着にはどうやらレボルシオン、メイジガルチ見事このレースを制しました。3倍じゃん。レースが勝ったら下がった。先行は良くないのかもしれんな。前に行くレースするとはいえ、戻りましょう。気合杯凱旋キアイダー5番人気、一番人気アストンマーチャンとなっておりますが、ピンクカメオ、オリーブ風船、一番人気はロードアルティマですね。一応ダイジェスト言ってみましょう。京都 G3 京阪杯芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロードアルティマ先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はオリーブ風船、2番手はアストンマーチャン、オリーブ風船先頭だ。オリーブ風船1着、掲示板乗ったかどうかというところですね。オリーブ風船キアイダーはキアイダー3着でしたね。肩のフェイト、
さあ、チャンピオンズカップとなります。金引きりとゼニアッタが、ぶつかります。チャンピオンズカップ、まあ他いるんですけど、まあこの金引きりゼニアッタの対決が、注目となりそうですね。海外からもう4頭が登場、うち3頭が G1 となっております。来賓、金引きり。他の所持馬みんな上がってるけど、金引きり一強ってなってますね。まだゼニアッタは及ばないと。いうことですね。そっか。ハリポタは、ハリポタに、アリマは無理だよ。まあ、とはいえ引退レースですけどね。いや、これで出すぐらいだったら別のレース出した方がいいんじゃないの。芝は無理か、悩むな。中日新聞杯とかもあるけど、タマちゃんは11勝ですね。まあ、62キロとかきついな。長距離馬の意地ってとこですね。逆に言ったら長距離戦っていつあるんだっけ。まあステイヤーズとかもありますけど、ちょっと予約しときましょう、長距離戦。まあでもこの辺だもんな、タンクレッドとか。あ、これですよね。これ予約しときましょう。いや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 、だってねえ、疲れが相当溜まってんな。シャメル、ちょっと調子落ちてますね。国戦も疲れが溜まってんだよな。猫返しが、いや、猫返し無理でしょう、有馬記念は。辞退辞退。猫返しはいつまで、猫返しもうこれで引退だよな。ね、引きりは G1 13勝となっております。今5歳だからどこまで現役続けられるかな。来年ぐらいまでかな。健康値が低いんだよな。さあ、なんでだろうが、まあ、合うようなレースに出すしかないですね。京都金牌とか出てもしゃあないしね。なんでだろうって、何勝 ?4 勝か。あ、でも、あ、引退な。なんでだろうも。ビフォアホも引退ですからね。勝ちたいんやが、勝ちたいんやまだ1勝ですが、健康値が低いんだ。あ、任せてくれって言われてます。早く実績上げないとね。
ごいな、世界に花。てるてるもちょっと疲れがな溜まってますからね。 HCC か、2200なんで、まあ順当かな。あ、でも今年いっぱいで引退ですからね、てるてるも。ん？ダートって走れないだろ？なんで登録してんだ？ミスですね、登録ミスだ。帰ってこい、二次ブリーチ。17の2800。二次ブリッジ、これならね、あの兄は行かせますよ。帰ってこい。ナルトかぶってる。これは誰とかぶってんだ、ナルトは。乗った方がいいと思う。12月4週竹豊は何に乗るんだろう。名古屋グランプリも気になるけど、ホープフルか。ホープフルぐらいだったら別のジョッキー任せますね。管轄あたりで、12月3週は鳴門の方かな、変えるとしたら。 N ループにとっては大事です。福永騎手に任せましょう。あ、こんばんは。ということで、え、今一周だっけ？どこまで見たっけ？キンシャサ、二次ブリッジは見たけど、キンシャサは見てないよね。じゃあ、キンシャサ。まあ、まだ引退しない。あのマイアムはこれがラストレース。気持ちいい。なんでだろう。初見は、うん、順当ですね。これ阪神カップ県と将来をするっていうわけです。勝負強いけど、やっぱ G1 いつ勝てるかっていうところですね。瞳閉じては、ジュピターはまだ3勝なんだ。セカチュウがリーチがかかってる。いや、ダートなんで、なん、まだリーチかかってるとは言えないな。
iPod は3カーマなんだよな。もうこれアニマ出させます、アニマ行かせます。ちょっと待ってね。まあ一周放牧しましょう。で、アミーゴが京都記念。金庫賞か。まあ三着なんでブログ悪くないですよね。ただ何出すかっていうのがちょっとわからない。か、まあでもこれに出しても、これダートか、ダートだからこれに出してもしかがないからな。この辺りかな。ジョン・タケタかね。脳トレは1400いけるんだったら、あでも海外ダメだったからな。まだあの海外で通用すると言えるのは早いかも。これこのままそうですよね。戦機強かったからな、楽しみですね。もうこれいきなりこれですよ。直したいんですけどね。ダメなのかな。問題直せない。柔軟性はもっと高い方がいいよな。薄い細めか。やめとこう。あ、なんか違うような気がするんでやめときましょう。フェイト。どうしようかな。こうしろ、お前に決めた。どうせ海外行くと武豊乗せるんですけどね。
まり稼いでないな。でもそんな負けてない人も多いよね。39万、まあこちらは39万ですけど、投資額は59万はすごいな。まあリベンジを稼いではいるからな。ワンセグのこの57万が響いちゃってるよね。何これ、ドスライス、ドスカラスみたいな名前だな。低い。ゼニアタですか、こちらは。あ、ネバブションだ。これは使えるんだ。トゥザビクトリー4から上げといた方がいいですからね。ネクスト、クラカハンで天の極戦一番人気、どうかな。でも一番人気だからな。レース行ってみましょう、チャーチルダウンズ競馬場 G1 クラークハンデだと 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。チーフフリーダム、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチーフフリーダム行きました。続いて前へ行くのはアンターントパル、さらにはウィンティス、14番アインシュタイン、その後ろ先手を取ったのはチーフフリーダム、少し開いてプールナマイヤー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはジンジャーパンチ、並んで G1 馬エニーギブンサタデー、好位置をキープしています。天の極戦、ディスガイズドディッシュ、そのうちに続いています。フェイバーエア、すぐ後ろ、その隣にジュリアンナイサー、その外にフロンティアベイラー、ピンクの帽子テッサフォーチュン、その後ろ内からはランニングキス、並んで8番ウェービングジャマ、最後方にアイアンネイル、各馬砂煙を上げてかけていきます。さあ先頭はクイーンキス、まだ粘っています。チーフリーダム、ほとんど差がありません。さあ中断ですが、どうなる。11番天の極戦、上がってきたが、ま、後ろこの位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げています。いい展開ではありますね。極戦アインシュタイン先頭、あーでも他を伸びなんだよな。極戦伸びが足りないよな。掲示板が伸びか程度ですね。アインシュタイン、アインシュタイン1着、2着はエニーギブンサタデー、3着にジンジャーパンチ、勝ったのはアインシュタイン、見事な勝利です。4コーナーの位置取りは悪くなかったのにな。メトリアークステークス、アマノハウルです。一番人気125、ちょっと抜けてますね。まあ、ハウルは強いよ。前に行く馬ちょっと多いんで、その辺もハウルにとっては有利に働いてくれるんじゃないかなと思います。レースです。デルマー競馬場 G1 メトリアークステークス、芝 1600m のマイル戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。ホールオブファミリー前に行きそうです。ウィンディースターク、それに続いています。さらにはナインサーブ、5号マックスジーンアカウント、その後ろマックスジーンアカウント、先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。大きく離れました。ナショバズキー、リズンリゾルバー、そのうちに続いています。最高位つけましたね。ヒーナーバーガー、すぐ後ろ、その外にトゥーマッチフォームス、その後ろにベリーアライブ、内からはチーカーエナジー、緑の帽子ガンエクセラー、その後ろ、その横にダッシュグリーンブリッジ、すぐ後ろにフロジストンコロニア、アマノハウル、最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。前はマックスジーンアカウント、2番手はナインサーブ、ホールオブファミリー、3番手さあ、G1、アマノハウル、どういうコース取りを通っていくのか。外に持ち出した、日本と持ったまんまです。先頭に踊り出たか。さあ叩き合い抜け出したよね。勝ちましたね。差を広げる。先頭はアマノハウル、1着でゴール、2着はウィンディースターク、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。やってくれました。まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいえ、お、待望の海外遠征を獲得。ダイワスカレットハリウッドダービーに登場です。一番人気127、これダントツですね。まあボバ相手でも勝ってくれるんじゃないでしょうか。レース行きましょう。デルマー競馬場 G1 ハリウッドダービー芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはゴールズコース、エンデバースピードウェイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴールズコース花に立ちます。その後ろからはエンデバースピードウェイ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダイワスカーレット、12番クリールグルービー、その後ろエンデバースピードウェイ、先手を取りました。大きく離れました。サファリノーベンバー、すぐ後ろにジュークボックスディレクター、その後ろにスキップオプアート、並んで5番オフショアウィッシュショズ、すぐ隣にイルドシー、エンジェルイントワイニング、すぐ後ろ黄色の帽子アットザサンパス、その後ろオレステスウルフ、この馬もこのグループ、内からはフィーナーワルツ、最後方にサンライトバドミント、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。3番手つけますね。もう一度先頭に戻りましょう。展開がちょっと遅いような。6番エンデバースピードウェイ、依然として先頭。さあ先頭はまだ6番エンデバースピードウェイ、まだ粘っています。2番手はゴールズコース、3番手はダイワスカーレット、絶好の手応え、ダイワスカーレットいい位置です。先頭に踊り出ました。さあ先頭に立ったのはダイワスカーレット、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。持っている残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。これは2番強い、イルドシー、これは強い、ダイワスカーレット、ぶっちぎりです。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。横綱相撲強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ハリウッドダービーを制しましたダイワスカーレットです。さあこれで海外は終わり。ステイヤーズはクラブは凱旋カリビアンですがちょっと厳しいかな。マイネルキッズが勝ちましたね。チャレンジカップ旗の猫返し登場、若月さんです。一番人気ですね旗の猫返し。クラブは混合力士王
回戦トリビアも登場します。今後力士は本誌は黒三角ですね。勝ってるんじゃないかな。カッパギア3シューズのみ。カッパギのみ3シューズ20丸ですけど、他は全部20丸もらってるんで、勝ってくれると信じたい。大逃げに、今後力士が大逃げです。ダイジェスト、阪神 G3 チャレンジカップ、芝2000メートルです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭に踊りでる3シューズ、3シューズだ。嘘でしょ。あと200メートル3シューズ、3シューズやられた。さらに引き離していく。2番手は肩の猫返し、2着すら危うかったな。3シューズ完勝。2着は肩の猫返し、3着に方法あら、見事に勝ちました。3シューズ、まあレコードだ。金剛力士のペースに騙され惑わされたかな。ペンドゥギュントが最下位ですからね。さあチャンピオンズカップです。一番人気は金引きりとなっております。そしてゼニアッタを差し置いて天の世界中が2番人気、ゼニアッタ天の勝ちたいやと、こちらも4番人気までを所持馬が占めております。金引きりグリグリですね。ゼニアッタは黒三角がやっとで、チタイヤの方がいいと言われてますね。ゼニアッタってどうやったっけ。いや2連勝してますじゃないですか。まあ金引きでも2連勝してるんですけどね。あー、カーダ騎手がちょっと評判が悪いとかそういうことかな。あ、まあこういう風に戦法変えときましょう。ちょっと前に行く馬多すぎる気がするな。まあ、このままでいいかな。レース行きましょう。中京競馬場、G1 チャンピオンズカップダート 1800m。秋のダート王決定戦となります。注目は、新旧対決、金引きり VS ゼニアッタと言いたいとこですが、そうとは、言い切れない流れですね。中京競馬場で開催される天の世界中のなんかもいます。左回り411メートルの7位直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠の金引きりゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バンブーエール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバンブーエール行きました。続いて前へ行くのはワンダースピード、オーセンブライト。どうやら後方からの競馬、前に戻りましょう。天の勝ちタイニャ、勝ちタイニャ先頭を耐えましたね。バンブーエール、さらには天の世界中好位置をキープしています。世界中の前に行きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで漆黒の馬体、ワンダースピード、ナンザローテ、それに続きます。その外からキクノアロー、赤の帽子、パーソナルラッシュ、その後ろ、その隣にカフェオリンポス、その外にサンライズバッカス、その後ろにモエレソーブラッツ、並んで3番バーミリアン、ゲートピレネー、すぐ後ろ、その後ろにオーセンブライト、並んで2番ゼニアッタ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。バンブーエール、2番手は天の勝ちタイニャ、3番手に金引き、勝ちタイニャが先頭へ、金引きがすごくかわしていった。金引き伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭金引きが強そう。先頭は金引き、あーどうも、そうは内から来ている。
残り 200m を通過して、が届かない。セカ中だ。この馬で決まりか。金引き今ゴールイン。ゼニアッタ3着の強さです。2着は天のセカ中、3着にゼニアッタ。これが絶対王者の実力だ。金引きウィニングランです。勝ったのは、金引き成長してきたゼニアッタラオ、いや天のセカチューラを駆逐しました、レコードですね。人気同様決着になりました。ゼニアッタセカチューにも敗れて3着、チャンピオンズカップ連覇になります。金引きり、iPod たまちゃんは当然出る、遊戯王は出る、あと一頭なんだろう、キンシャサは出るは出すわけにはいかない、全然死はダートバー、タイヤメジャーってタイヤメジャー距離が持たない、アドマヤムーンはギリギリだけど出す、だまあ出さんだろうな、松井直穂デルタブルース、ニジブリッジが出てっていうことか、まあこれでいいか。戦場だ、小積み。わあやばい。香港ですね。12月2週。香港には5頭出走となります。大メジャーアドマイアムーンが、香港カップでぶつかります。他はまあ全部出ますね。香港は全日本2歳優春阪神ジムライドフィリーズ天の椿の出走か、そこまで強くないような印象はあるな。まあ新潟2歳ステークス出るんだけど、うん、キャンキャンが未勝利戦か、ドグサ系50勝。竹豊か乗ってくれない？ん？なんでかぶってんだ？てるてるはまあてるてるはちょっと忍ぶとしても、有馬遊戯、あーそっか、多分海外にいるからか。なんか頼むってことで、あでも乗ってくれたジョッキーに頼むのもいいですよね。
乗ってくれた中で実績あるのはエビナ機種ですね。じゃあエビーナに任せましょう。あ、エビーナ、そうか、 iPod 乗ってんだ。じゃあエビーナには任せられないで、 C 機種って乗ってくれる？あ、 C 機種もダメだ、かぶっちゃうんだ。国内にはいるけどな。黒田機種で、前走は極戦は放牧、ハウルはまあ AJCC じゃないよな。2勝目あげましたね。いや強いんで、これからですよね、ハウルは。いや、ダートだからな、ダートだからここには出せない。ここへ出してもいいけどな。あ、あ、ジュピターがいいのか、難しいですね。何に出しゃいいのか。一旦チーピングノートンに登録はしとくけど、まあここは出さないな。もうじわしか出せないと思う。ダイワスカーレットは8勝か。ついに金札を獲得しました。だから金庫賞を出しても全然構わないですね。2000を中心とする愛知杯という手もありますが、それはないんで、テルテルがいいのか。中山金パー、桜がいますからね。何キロ世話されるんだろう。これもし愛知杯出たら。あ、まあでも57キロだったら大丈夫ですよね。ただし、あの、竹豊じゃない。北村が24、田辺。若いジョッキーでチャンス与えたいですね。くめちゃん。で、猫返しが、チャンジャーカップ2着。スリーシューズにやられてしまいました。あー、でも調子悪いな。引き続き。で、金引きりが、まあ強いよな。金引きりはまだ走れますからね。来年までだな、金引きり。あ、ちょっと待って、3周も休ませる必要はないんじゃないかな。まあ普通に川崎記念ですよね。あ、無理なんだ。無理か。じゃあ、東海？瞳閉じてなんかもいるからな。あんまり出したくない。ウソナいるしな。わからないな。サウジカップに登録してみるか。もちろん竹安藤じゃなくて竹豊。あれでもサウジカップ3月一周なんかぶつかってたっけ。なんでだろう。いや、こんなの別のジョッキー任せばいいし。ね、セッカーチューが2着、まあ、フェブラリーあたりを狙うのが、まあ、普通、通常なんでしょうね。
あと一勝だからな。でも地方も入って一勝だから、もう何勝かぐらいはしないといけないよね。で3着のゼニアッタもまあ当然フェブラリーを目指すべきなんだろうけど、まあ休んで考えるけど、牝馬限定、彼女場合牝馬限定戦も出せるんですよ。牝馬限定のダート戦がでもないんだよな。ショーカーゼにあった BC ディスタフも勝ってますからね。まあ牝馬限定であればベストなんですけど、勝ちたいや4着天の椿トップですね。シャメルビフォアフワーツを狙います。じゃあ行きましょう。ネクスト香港スプリントキンシャサの奇跡です。一番人気138。レースシャティン競馬場 G1 香港スプリント芝 1200m 電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはミス・アンドレッティ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミス・アンドレッティ鼻に立ちます。その後ろからはディスコフォーワード、この馬も上がっていく構えです。さらにはティマーサイクル、3番ダッチアート、その後ろ先手を取ったのはミス・アンドレッティ。少し間が空いてテイクオーバーターゲット、すぐ後ろにシガークローバーサイド、キンシャサの奇跡、いい位置です。アブソルートチャンピオン、すぐ後ろオレンジの帽子、セイクリッドキングダム、その後ろ最終コーナーさあ上がってきましたね。入りました。日曜王者の争いだ。ティマーサイクル先頭、さあ外持ち出すが、キンシャサの奇跡、さあ先頭に躍り出た。キンシャサの奇跡、残り 200m 後続を引き離す。キンシャサの奇跡、足色は衰えません。2番手はダッチアート、はい、まずは1勝1着。キンシャサの奇跡完勝、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 5連勝となります。ライバル馬を蹴散らしました。次です。香港バーズ刀手ですが、これは5番人気118、激戦ですがイングリッシュチャネルが131へ1頭抜け出てますね。この馬にはかないそうにない。先行策
ダイジェスト、シャティン競馬場 G1 香港バーツ芝 2400m です。最終コーナーをカーブして、さあもうイングリッシュチャネルが先頭だ。1馬身から2馬身のリード、ドクター D の懸命に追いすがります。サンタ下がっていくのみ。余力は十分、さらに引き離していく。肘場にも乗れないか。ドクター D のイングリッシュチャンネル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はシェイクスピア、3着にドクター D の、勝ったのはイングリッシュチャンネル、見事な勝利です。片手は7着、理由はなし。香港マイル、アマの世界に花登場、一番人気。世界に花128。10以上の差つけてますね。まあ、ミエスク、ズ・アプルバウとか、シーキング・ザ・ダイヤ、グッドパパとかみんな強いよな。勝ってもらいましょう。レースです。シャティン競馬場 G1 香港マイル。芝 1600m マイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。パワフルステップ、前に行きそうです。トラディションフォール、それに続いています。さらにはシーキングザダイヤ、栗色の馬体、クリスタルペインティング、その後ろトラディションフォール、先手を取りました。すぐ後ろにドージングインディー、グッドババ、それに続いています。並んで10番ウィンクルカルタ、その横にチーフズブレイブ、好位置をキープしています。天の世界に花、これに続くのがシカラードマーサ、黄色の帽子、ミエスクズアプルーバル、その後ろボードインデスクリション、すぐ後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として9番トラディションフォール、2番手はクリスタルペインティング、ウィンクルカルタ、3番手。最終コーナーをカーブして、さあ先頭を伺う。ここで先頭は天の世界に花、後続を引き離しにかかる。トラディションフォール2番手、手応えはどうか。どうでしょう。あ、これはセーフティーリードかな。セーフティーリードですね。2番手はクリスタルペインティング、天の世界に花、ぶっちぎってました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。 G15 連勝、いいえ。香港カップ、アドマイヤムーンとダイヤメジャー。アドマイヤムーンが1番人気、ダイヤメジャーが2番人気。いよいよ大詰めです。この時がやってまいりました。ラモンティなんかも強いですね。ほぼプライスタグもいます。さあダイヤメジャー先方選べますが、まあ、前に行く馬がそんなにいないんで、そのままでも大丈夫ですね。レース行きましょう。さあいよいよ香港ウィークのメインレースになりました。香港カップ G1 芝 2000m、小雨、やや重のバーで行われます。こちら香港のシャティン競馬場から、ダイヤメジャー引退レースですね。いよいよ発走です。スタートしました。トロットグリレッド、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、トロットグリレッド花に立ちます。その後ろからはダイヤメジャー、ダイヤメジャーですね。構えです。
いいスタート。後ろからになりそうです。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはシャドウゲート。これに続くのがトロットグリレット。内からはスナックモナーコス。さらにはタングルドカール。並んで足毛の馬体。中段ぐらいまで下がっていきますね。ダイナメジャー。その外からサンフォードベイビー。テッサスーパースター、そのうちに続いています。黄色の帽子ラモンティ、その後ろ内からはディバファタカ、その外にアドマイアムーン、内からはプライスタグ、その外にフィスハーバー。外回されてます。1000メートルを通過しました。少々スローペース、しかもスローペースですからね。アドマイアムーンは不利ですね。淀みのない展開になりました。その隣にヒューモアフランス。さあコース空いているダイヤムシャドウゲート、ダイヤメジャーに痛いレースになります。ダイヤメジャー最強王者上がっていきました。ダイヤメジャー、アドマイアムーンの上がり方がちょっと鈍い。シャドウゲート先頭、外から勢いよくダイワメジャー、ダイワメジャー先頭。さあイバファタカ一気に来た。あと200メートル。さあ別の馬が来ている。イバファタカ残り100メートル。ダメだ。2番手はラモンティ。イバファタカこの馬で決まりか。先頭はイバファタカ一着でゴール。二着はラモンティ。三着四着か。三着にダイワメジャー、勝ったのはイバファタカ、見事な勝利です。うわ、意外な結末になった。マイアムーンは4着ですね。全日本2歳優勝です。2頭出しです。1番人気は片野春日、スマートファルコンが4番人気、そしてクラブバー凱旋半勝ちが2番人気となっております。スマートファルコン逃げ馬か、先行に落としましょう。ではレースです。川崎競馬場 JPN1 全日本2歳優駿、2歳のダートを頂点を決めます。ダート 1600m です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フライトネイビー好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフライトネイビー行きました。続いて前へ行くのは片野春日、さらにはオートリーエンパイア、無敗のスマートハルコン、その後ろ先手を取ったのはフライトネイビー、少し開いて凱旋ハンカチ、すぐ後ろにティムズネオン、緑の帽子テレサ聖火、その後ろミラーモレッド、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にオンリーヘール、マサノミネルバ、それに続きますバルチッククレス、すぐ後ろその後ろにオートリデッキ、並んで12番ディラクエ、その横にナインコアラ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番オートリーエンパイア一気に先頭に立ちました。先頭は依然としてオートリーエンパイア、オートリーエンパイア後続を引き離します。2番手はスマートハルコン、これは絶好の手応え。スマートハルコンが先頭へ、ここからが腕の見せ所。先頭変わってスマートハルコン突き放しにかかります。オートリーエンパイア懸命に追いすがります。2番手はディラクエ、スマートハルコン先頭。スマートハルコンですね。カナルフィは3着、3着に片野春日、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスマートハルコン。お、一気に1から3に上がってますね。カーダ騎手横乗り内枠で臆病が正確なんで馬込みが苦手ってなってますね。さあ天野キャンキャン登場、ここはしっかり突破してもらいましょう。1番人気グリグリ、なんか鹿島ウィングすごい頑張ってるよな。エリモアナデムですが、ダイジェストいきましょう。中京2歳未勝利戦、ダート 1800m です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、西野ブリーズ。キャンキャン一気に捨て足が天野キャンキャン先頭変わって天野キャンキャンあと 200m 天野キャンキャン余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は西野ブリーズ天野キャンキャン、はい、勝ちました。2勝脱出。2着は西野ブリーズ。これは桁外れの強さだ天野キャンキャン。大城いいえ。トップクラスって B だったっけ。中日新聞杯、天野シャメールと天野ビフォアフです。シャメールが1番人気、ビフォアフが2番人気。本社はビフォアフですね。で他はシャメールがみんな20丸取ってます。さあ、ビフォーアフは戦法変えられますが、もうこのままでいきます。ダイジェスト中京 G3 中日新聞杯芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天野シャメール先頭、2馬身から3馬身引き離す。ビフォーアフはどこだ。中です。ちょっと沈んでるな。2番手は敬愛ガード天野シャメール。目は分かれました。完勝。2着はトップガン城、3着に敬愛ガード天野シャメール。見事1番人気に応えました。まあ、ビフォアフは引退ですからね。シャメルはまだまだ頑張ってもらいます。重賞まだ取ってなかったっけ。ローカル阪神ジュブナイルフィリーズ天野椿登場です。2歳の牝馬トップ。オディールがいますね。凱旋タラコ、マイネレーゼルなどクラブ馬の方がなんか多いな。特にオディールですね。オディールは足毛ちゃんが持ってますからね。天野椿グリグリですね。あんまり実績ないと思ったんですが、FT マイヤーカート、これはいけるかもしれません。ジョッキーがちょっと弱いですけどね。それを跳ねのけてくれそうな予感がしますレースです。さあ2歳牝馬女王が決まります。阪神ジュベナイルフィリーズ G1芝 1600m です。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠の天野椿、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アスコットヘッジズ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアスコットヘッジズ行きました。続いて前へ行くのはエアパスカル、さらにはマイネレイク、17番ハートオブクイーン、その後ろ先手を取ったのはアスコットヘッジズ、好位置をキープしています。天野椿、その隣にオディール、ブロンドデジール、すぐ後ろ内からは FT マイヤ、その後ろにエイムアットビップ、その外に高畑バラコイス、凱旋タラコ、その内に続いています。黒の帽子トールポピー、その後ろその外からエンマフィーニクス、内からはキシプリーチ、ややスローペースといったところか。これがちょっと後ろですね。天野椿届くのか。2番手はマイネレイク、
ハートオブクイーン、ホティールが警戒に逃げております。まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。オディール先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。ホティールちょっとバテてきたぞ。手応えは悪くありません。前を捉えられるか。来た、あと 200m。 ここで先頭変わって、天野椿、2番手は凱旋タラコ。これは強い。天野椿1着。いやー、大外一気に。2着は凱旋タラコ。天野椿完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。突き抜けましたね。外枠ももう関係なく、まくり追い込みみたいな感じで、最後は直線一気に束を置き去りしました。2着もあのクラブは凱旋タラコで、オディールは7着でしたね。3頭のみか。この週までやってしまいましょう。和島って誰、どうしよう。でも他にの今ジョッキーないけどな。まあまあ、でも藤岡くんとか乗ってもらおうかな。キンシャサとダチアート、ビフォーアフ、ああまあ、おキンシャサオキセキ国際スプリント優勝です。賞金を得た。スパキジワマの移行、まずはこれですね。シーシャサウキセキ勝つことができました。これで何勝、11勝か。まだ来年ぐらいまでは走ることできるんだよな。引退試写は、引退はあの走ないので、次は高松宮記念を目指して、頑張ることができます。あらかじめ予約しとこう。まあ当然こことか。でも他に出す馬ないしな。こことかだもんな。まあ普通に言えばここですよね。な、横の入れいいような気がする。もう え、ダメなの？じゃあまあこうするか。調子はあの薬じゃない、この絆コマンドで補うとして。うわ、ひどい負け方だ。ひどい負け方っていうか、ひどい状況ですね。7月の4週はちょっとまずい。もっとあのローテ開けた方がいい。京都記念行くか、あどうするか。あ、ここ出してもいいですけど、ちょっと3月まで待とうかな。なんでだろう、なんかもいるからな。2周放牧しとこう。で、世界に花が香港マイル取ることができました。これで14勝か。
まだまだ走れますからね。でも走るべきなのか考えどころ。まあ大阪杯はいいローテだと思います。もう2周放牧しますか。アドマイアムーンも、アドマイアムーンは引退ですね。スマートハルコンはこれからフロリアダービーに挑むんだろうな、勝って。ハルヒは残念ながら勝てなかった。しかも1勝なんで、まだ来年ハコベラ賞からね。臆病な性格ってどうやって回せるの。勝負根性大分からん。うん、それは分かる。まあ AJCC っていうのは妥当かな。3億だしな。シャメール。まあ海外の重賞出してもいいですよね。この辺とか。まあでもこれだったらローテは2月以降だな。ここを出しましょう。あんた違うわ、特にダートだ。芝じゃないとダメなんだ。ここかな。ただし竹豊かで、し ファフちょっと負けすぎじゃないかな。1200を微妙に長いな気になります。とどのぐらい背負わされるんだろう。63キロか。しっかり休ませるのは当然のこと。当然あ、牝馬参加これ狙えますね。行きましょう。もう登録します。牝馬参加は距離の差が非常にあるんで難しいですね。予約しときましょう。で一走ぐらい走らせてもいいでしょう。チューリップ賞だろうかな。それでも結構間隔は空くんだ。
ってどの馬に与えようか。刀春日あたりに春がこれからだよな。ハウルになんかあげよう。で、セール。ラベリータっていうのがいますね。これは金のお守りらしい。あ、これスーパーホース産みそうですね。ラベリータ巣にもいい馬出したよ。長い、すごい長い。面白そうですね。でもオス馬なんであんまり買いたいと思わないけどな。ラビリータ1頭に絞りましょう。お、オリノさん、しかもこれあれですね、足毛ちゃんじゃないですか。ラベリータ、急にお金が上がってきます。セリーチはあの金札でも札なしで購入ができます。それだけ欲しいところ。ここで仕掛けます。8億円か。で帰ります。ウォッカの分が結構稼いでるのか。ゲド戦記トップですね。ゴスホーク剣
誰、何買ったっけ。ラベリータか。まあきっとこれスーパーホース売る馬だと思うんで、楽しみにしてください。こんだけ、あ、でもベーナビスタブラックキャビアの2頭で埋まっちゃうんだよな。まあでもカレンちゃんとかみんないい馬ばっかり揃えてるからな。ルーラーシップとか、あ、まあ、1歳となると、あと当選上段とかとか、まあラベリータクラブ行きだな。ブラックキャビアもブエナビスタと、もう一頭何かってとこでしょうね。シーツマは当選上段になるのかラベリータになるのか。あんまり強くなかったと思う。これ多分スーパーホース馬だったと思うから、ラベブラックキャビアって。まあ、行きましょう。スターレットステークス天野エレループは6番人気です。ですね、ダイジェスト、ロスアラミトス競馬場 G1 スターレットステークス2歳ダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アメリカンガルポイズ先頭、内からエイトベルズ、天野エネルウープ、まだ後ろ懸命に前を追っています。あと 200m、 エイトベルズ先頭、ブリリアントバハミアン迫る、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかにブリリアントバハミアン伸びなかったですね。6着でしたね。人気通りです。名古屋グランプリ天野ナルト1番人気、フィールドリュージュ、キングスゾーン、あとエルロージズぐらいか。ダイジェスト、名古屋 JPN2 名古屋グランプリダート 2500m です。短い直線に入って、はい、先頭後続は届くかどうか、カバを一気にちぎります。ぶちぎりです。フィールドルージュ、天野ナルト、この馬で決まりか。天野ナルト、これ引退レースですね。天野ナルト2着はフィールドルージュ、3着に名勝ダッシュ、これが G1 馬だ。天野ナルト優勝の美を飾りました。天野ナルトでした。そして天野ゲド戦記、朝日杯フューチュリティステークスに出走。一番人気はショナアルバ、飯出健司が2番人気で、我がゲド戦記は伊坂さんが20万つけてくれるけど、やっぱりね500万重賞取ってないから現時点では厳しいですね。評価は ジョッキも良くないのかな。まあ先方はこのままでいいと思うけど、2エーマン多いからな。追い込みでいこう。ダイジェスト、阪神 G1 朝日杯フューチュリティステークス2歳のチャンピオンが決まります。
芝 1600m をマイル戦となります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。中割ってきた。先頭前に迫る飯出健心、湘南アルバ、これ面白いぞ、来るぞ。あと 200m、 ここで先頭変わって、お、なんとゲド戦記先頭だ。飯出健心後続は大きく離れた、ぶっちぎった。今ゴールイン、段違いの強さです。2着は飯出健心、なんとびっくり、勝ったのは天野ゲド戦記。これには場内もどよめいています。いや、びっくりした。ウィニングランです。ゲド戦記やりました。結構いい位置いるなと思ったら、中割って鋭い伸び、最後は圧倒しましたね。これは強い馬だ。まあ一勝クラスの時も強い内容だったんですけど、人気がついてきませんでしたかね、このレースでは。ということで藤岡騎手初 G1 となります。お、すごい頭数。有馬記念4頭フルゲート、東京大賞典2頭、アメリカで2レース、阪神カップも3レースとなっております。夢のグランプリ。iPod ですね、やっぱり。一強、まあ、三冠馬、ジャパンカップも取ってますからね。 iPod の時代が来たのかも。お、藤岡騎手じゃないですか、一押しだったんだ。ここには書いてない？日産ステーク、いや、どうなんだろう。あれ？藤岡騎手に乗せたよな。けど戦記に。小泉最上位、グランプリはタマちゃんですね。トップはで、 iPod が2番手、遊戯王、テマインゴット、アンニジブリーチは無印か。スリーシューズあたりは不気味ですね。名称サムソンもいます。祭りやゴッホ、ホープフルは、あれ、ホープフルは何だったっけ、キャプテントゥーレを出したっけ。そうですね、藤岡弘こうなんだ。あれ、藤岡って2頭いる、2人いるってことか。藤岡こうた、あらあら、でキャンキャンが勝った。
あの日は箱ベラベラ賞へ。フェイトがいよいよデビュー近い。ゲド戦記はびっくりですね。ドライしたけど改善したっていう感じです。経験を積んだことで競馬をかなり理解したようです。さあ、生産の2100なので、マイルロ、NHK マイルとかはマイル路線かな。まだ海外の実績はわからないですね。なので、やるとしたらこの辺から動き出して、どこまでやれるかっていうのを 見ないといけないと思います。ダートばっかりですからね、この季節のレースは。サウジダービーとか、サウジダービーは結構稼げるんだよな。ダートバナーな。これが初めての芝か。とりあえずここに入って入れておきましょう。竹豊で。2月1週までは、ま、あの何もせずに待っとこう。ブルースリーですね。小泉は何勝？あと1勝だ。竹豊かなんだ。怒られないんだ別に。ああ、怒られちゃうよな。まあ一周まで待ちましょう。アミーは2勝なんで G1 出さないわけにはいかないよな。ここに出しましょう。
クロゴなんかおかしいぞ様子が。ちょっときつなコマンドで調子上げるか。ちょっと調子が落ちてきた。2000役ちょっと長いよな、ノートレイとってはまだ取得賞金も少ないんで、川崎記念微妙に長いんで出すレースを考えてもいいかもしれないですね。価値はリージがかかっております。こっちもある、あーでもこれは違うのか、まあ、こっちもあるけどな。同じ週にやるのか。いや、こっち出してみるか。アルコーツ。閉じてが東海ステークス。とりあえず一周項目だ。いや、てるてる、ここは出さずに。なったすごいレースが選べるんだ。あ、ダートなんだこれ、マクトゥームって。2月1週まではがレース、
なんでだろうな、引退だよな。ナルトも引退で、ゼニシーも引退だろうな。ハリポタも引退。遊戯王も当然引退だから、この辺はいじる必要はない。わっ、あーでもちょっとは良くなってるな。だいぶ返してきちゃってるっていうとこありますね。もうディールは期待できるしね。回線モインだけで稼いでるがのか、サイレントディール、他はヘルシオシエワがまだあまり稼げてない。凱旋門員強いな。凱旋リベンジ、まあでも全然稼げてないかもしれない。ワンセグはね、頑張らないとな。凱旋時きかけデコはもう引退ですからね。37戦3勝でマイナス3勝クラスで終わってしまった。感じです。はい。はい、ということで、年表も確実に増やしてますね。なんかこの辺がもう懐かしいですね。ダイナシュガーが G1 初制覇だったんだ。中身アンゼリカとか、ミジョラモーノ牝馬3冠、 G1 10勝オグリだったんですね。ダービー初制覇はオグリ、確か3冠だったはず。年度代表馬鹿島ウィングもよくやってくれました。ジャパンカップ制してるんですからね。年度入り、200勝すごいな、森騎手。はい、ということで、おこんだけ持ってます。
ということで次回は年末年始、2007年から2008年に行きます。いろんな処理があるんで、おそらく1月1周できるかどうかっていうところですが、だんだんといろいろ作業で、そういうローテーションとか登録作業で時間がなんかかかってしまうような傾向にはありますね。果たしてこの現在に追いつくのはいつになるんでしょうかというとこですね。見ていただいてありがとうございました。この配信はツイッチで、お届けいたしました。ツイッチ今後ともライブ視聴、そしてアカウントのフォロー、チャットへのコメントお願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてこの動画2日後24日21時プレミア公開という形で YouTube にアップします。YouTube のアカウント、YouTube のチャンネルですね、Twitch のチャット欄に記載しています。ぜひアクセスしていただいて、チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。 This live archive up 2 days after YouTube チャンネル、 YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、ツイッターもやっております。こちらもツイッチのチャット欄にアドレス記載してます。ツイッチのアカウントフォロー、ツイートのいいねもぜひお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。